こんにちは、サードラです。今回はモンハンパズルがリリースしてちょうど24時間が経つくらいなんですが、無事ストーリーをすべてクリアすることができましたので、クエストの数とかかった時間、あとはクリア後の解放要素であったり、最後のボスにね、何が出てきたのかっていうのについてお話をさせていただこうかなと思います。で、一応動画の最後の方にはまあほぼねもう寝ぼけながらやっていたので、めちゃくちゃパズルは下手くそなんですが、まあ最後のねボスと戦っているライブの切り抜きもね貼っておきますので、まあどんな感じでね戦うのかっていうのが気になる方はね、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。で、早速本題に入っていくんですが、まずクエストの数ですね。これに関しては右下の黄色の数字見ていただいてわかる通り、クエストは451個で終了となりました。まあ実際は450個目がね最後のボス戦になりますので、450にねなった瞬間が最後のボス戦ということになっています。で、クリアするとまあここのね数字を押しても次にね進まずに、まあ続きはねアップデートを待ってねみたいな感じの表示が出るようになっていまして、次にストーリーをクリアすることによって解放される要素について見ていくんですが、この紫色の数字ですね、今1っていうのが書いてあると思うんですけども、こんな感じでマスタークエストっていうものが新しく実装されました。これに関してはちょっとね今クリアしてすぐ動画を撮っているのでまだ遊んではいないんですけども、一応ねこういった解放要素もしっかりね用意されていますので、ストーリーをクリアしたから暇になるっていうことは特になさそうですね。まあ、難易度もねかなり難しそうな雰囲気がありますので、まあ全然ね終わったからって言ってやることがなくなるっていうことはないっていうのはね安心していただけるといいかなと思います。で、次にストーリークリアにかかった時間なんですけども、かかった時間はちょうど24時間ぐらいですね。で、僕はクリアをすることができました。まあ、なので大体僕もねちょっとストーリーを読みながら遊んではいたんですけども、大体まあ24時間ぐらいですね、遊ぶとまあ終わるぐらいに、ね、なるっていう風に思っていただけるといいのかなと思います。で、続きまして最後のボスに何が出てくるのかっていうのについてお話をさせていただくんですけども、最後のボスに関してはリオレウスが出てきました。で、一応リオレウスに関してはただこのクエストがね300になった時点での緊急クエストもリオレウスだったので、まあ3回目ぐらいですかねの登場にはなっていたんですけども、一応最後のボスはリオレウスでしたね。で、その前にこの虫眼鏡をね押すことによって、まあどんぐりを渡してねストーリーを進めることができると思うんですけども、これで玉三つ目がね1回だけ出てきましたので、実質的なラスボスっぽかったのは一応400をねクエストが超えたタイミングで玉三つ目が出てきましたので、まあそれを倒した後にリオレウスを倒して終わりっていう感じで思っていただけるといいかなと思います。まあ、なので最後に今めちゃくちゃね寝ぼけているんですけども、リオレウスとね戦っている様子は貼っておきますので、気になる方はねぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。いや、これからもモンハンパズルの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ。よし、行きますか。いやー、行きますか。いや、これでラスボスじゃない可能性もありますけどね。行きます。来い、リオレウス。リオレウスやないかい。まあ一応アイテム全部使えますか。現実ね、これはあるぞ。この後ストーリー見たら別のが出てくるかもしれないですね。滑舌待ってないわ。レース自体はもう3回目だからな。やばい、パズルがめっちゃ下手くそ。ニャンダフルタイム入ったわ。どうしよう。
あ、やばい、鍵かかってるこいつ。あ、マジでミスったわ。あと3ターン。猫落とさなきゃなんすよね。オッケー。無理だな。よし、カブト割りー。